はい、じゃあそろそろ準備ができたようでございますけれども、次のバンドはですね、ゼニデータコム、先ほどあの上田さんから紹介がありましたけれども、データコムも非常にあのバンド活動が盛んで、ぜひ、この度一緒にやろうということで盛り上がっております。今度はねデータコムの、フェスに我々、6部が参加しようという計画もありますのでよろしくお願いします。じゃあ、データコム、バンド名が非常に面白いです。セバスチャン・サティスファクション・ジオーク、かっこいい。じゃあそろそろいいですか、よろしくお願いします。
参加させていただいて、呼んでいただいてとても嬉しく思っています。ありがとうございます。先ほど言っていただいた通り、弊社結構バンド活動、弊社って言っちゃった、ゼニーデータコム弊社バンド活動盛んでして、今20人、30人ぐらい、30人ぐらいいました。まあ、5バンドぐらい、毎年作って、年1回ぐらいライブを開催しています。で今年ももし参加いただけたら11月予定です。はい、お願いします。はい、ちょっと楽しみにしてます。よろしくお願いします。ではじゃあ次の曲に行きます。
次も地獄関係の歌だっけ。暑いからちょっと涼しい歌だよね。ちょっと時代が遅れてるというか。And it looks like I'm the queen. The wind is howling like this roaring storm inside. Could I keep it in heaven or die? ちょっとさせてください。じゃあまずベース釣り吉の菊池さんです。菊ちゃんで、キーボーディスト、なんだろう、作曲の得意なあれ、そうじゃない、飯田さんです。そしてスーパーギタリスト、弾きまくりギタリスト、岸村さんです。そしてドラム、ミスターダンディ佐藤さんです。そして紹介してそしてボーカル、上野さんこと上飛さんです。よろしくお願いします。ごめんね、紹介して。最後の曲です。
古い曲なんです、微妙に古めの曲なんですけど、まあ、ちょっとハッピーなハッピーになれる曲だと思います。もし踊れる人がいたら踊っちゃっていいんじゃないでしょうか。じゃあThank you.
がとうございました。セバスチャン・サティスファクション10億の目、データコメでした。ありがとうございます。じゃあちょっと時間が巻いてるのでちょっとメンバーそのまんまにいてください。それで実は冒頭にもありましたけれども、これでバンド、グループ会社、本体と、全にデータコム、ビズネクサスプラスワンということで、4社今合同でやってますけれども、データコムは非常にバンド活動が盛んだということで、村本さん、ちょっとそこら辺の事情をちょろっとよろしくお願いします。すいません、いきなり登場しちゃって酔っ払ってるんですけども、全人データコムの村本って言います。よろしくお願いします。村本って呼んであげてください。全人データコムではですね、村本製作所という名前でですね、バンドサークルをやってるんですけども、まあ今紹介あった通り、1年に1回ぐらい、まあ、ライブをやってますと。でやってる場所は、まあ、都内近郊で、まあ、やってるんですけども、ぜひ、今年は11月ぐらいに、まあ、予定していますので、Z さんとか、まあ、いろんな方と一緒にまた対バンができたら面白いなって思ってますので。面白いよね、面白いよね。面白い。あと急に上がってすげえ緊張してるっていう。なので、まあ、ライブあるときは皆さんに告知をしますので、よろしくお願いします。ありがとうございます、村本さんでした。あともうお一方ご紹介、させていただきたい方がおります。新しくですね、また、我々のグループに加わっていただいた、会社がございます。じゃあ田中さん、ちょっとすみません、お願いします。イエーイ、イエーイ。お疲れ様です。誰だこいつみたいな、さっきここにいました田中です。覚えてますか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ですね、なんだっけ、今年のテーマは、さっき説明あったんで省略しますけど、今年新たに全人グループに、加わっていただきました全人ジオインテリジェンスの平下顧問がなんといらっしゃってるので、紹介するぞみんな。やった。なんか突然です。いや、なんか肛門に聞こえたけど今。いや、今日はね、本当に嬉しかったですね。素晴らしいです。私、これだけでも前輪のグループに仲間に入れていただいて、すごい嬉しいです。はい。JPS って会社、ご存知ですか？知らない。困ったな、これ。はい、38年もマーケティングやったんですけど、この4月から、はい、前輪のグループに入りました。前輪ジオインテリジェンスって難しいね、舌噛むような。でもね、マーケティング屋なんです。はい、知ってる。はい。でもね、こうやって今日参加させてもらって、前輪のグループに入って俺良かったなと。本当に思う、本当に。そうで、実はまああんまり自分の年のこと言うの嫌なんだけど、御年73歳、73歳だけど、ここに来たら若返るね。はい、まあもうますます頑張って仕事したいと思ってますけど、私はね、大学時代に親父に、お前ね、私平下治っつうんですけど、治、お前ね、楽器一つと外国語を一つマスターしろと、そうするとお前の人生は広がるって言われたんですよ。で本当にちょっとだけかじりましたけど、結局その2つとも中途半端でダメなんですよ。でもね、73歳まだまだ頑張っていきますから、もうちょっと頑張ってベースの一つぐらい頑張ろうかなって今。はい、いやいや、
ちょっとかじったんですよ。本当にこうやってかじっ